桃の花を魚に誓いの杯とおつだぜ。なあ兄だ。うん、我らが志この一面の桃のごとく天下に咲かせようぞ。行こう雲長。よくとく我ら兄弟、これより三位一体となって乱世をかけん。私は劉備、あざなを玄徳という。中山聖王劉璋の末孫として生を受け、今この混迷の天下を正すべく兄弟と共に立ったものだ。今世を騒がせている最大の災いは張角が率いる黄巾族である。私たちは義勇兵として討伐軍に加わり、彼らと戦うことにした。天下の憂いを断ち、官室の権威を取り戻し、世を仁の心で満たすため私は戦いの道へと踏み出す。いざ我が刃にて乱世を畳む。私がこの度の黄巾族討伐の軍の指揮を取る家臣である。この天下の危機に立った者たちよ、そなたらこそまさに官室の宝である。今回は民を先導してこの黄巾族の乱を引き起こした同志張角を討つため、紀州の地にある奴らの本拠地へと攻撃をかける。張角とその弟たちは妖術で天変地異を起こすという。弟らを叩けば進軍は容易となろう。では進め、誇り高き官室の勇士たちよ。曹操軍は東へ、孫権軍は中央に進行せよ。義勇軍は迂回し、西の祭壇に向かえ。のこのこ倒されに来たか。行くぞ。
かがした兄者。この者たちは元はといえば苦しんだからね。それを思うと。だったら兄者が民の苦しまない世を作ればいいじゃねえか。予測の言う通りでござる。さあ参ろうぞ兄者。なるまい。敵将撃ち取ったり、術の源を撃て。さすれば落石も止まる。敵将撃ち取ったり、なるまい。敵将撃ち取ったり。おお、奇跡の力が我が手に。よし、補欠に入るとするか。立てば術は消え去るぞ。一息に飲み込め。腕を上げたろう。やっちまうぜ。痛い目に遭いたいか。久々に強敵と会えた。敵将撃ち取ったり。
をいただく我らが蒼天の獣に屈してはならん。我が奇跡で皆を勝利へと導こうぞ。いでよ、愚者にふさわしい相手を授けよう。落ち着け、最強破壊し幻を封じよう。負ける日もある。敵将討ち取ったり。天の獣よ、滅するがいい。これ以上我が同志に手を出すな。腕を上げたろ。皆の武をもって一気に攻め切る。兵は神速を取っとる。わしに続け。聞いてくれ。我が魂に敵将討ち取ったり。太平の好天はいずこに。邪教を広める賊軍は我らが打ち破った。よう惑わす賊と張覚は死んだ。黄金族は滅亡したと言ってもよかろう。この総大将家臣諸将たちの働きに感謝する。諸君は各地に戻り、引き続き艦長に対して忠誠を尽くしてくれ。二度とこのような乱が起こらないように目を光らせておくのだ。